2024年7月5日、湖南省道帝湖で堤防が決壊し、多くの村が浸水し、5000人以上が緊急避難を余儀なくされました。甚大な被害が出ており、政府の防行対策の不備が広く非難されています。中国の元メディア関係者の長蘭健氏は、韓中国のインタビューで、2022年9月に85億元を費やして建設された堤防が、今では全く役に立っておらず、 今回の洪水は政府の怠慢が引き起こした人災であると述べました。また、長蘭健氏は中国公式メディアの記者は常に指導者が被災現場で指揮する姿の写真を撮ることで出世してきたが、最近ではその宣伝写真や動画の質も著しく低下していると嘆いています。今回の童貞湖堤防の決壊は最初の10メートルから一気に226メートルに拡大しました。 段集合の90%以上、約47平方キロメートルが浸水し、平均水深は5メートルに達しました。元々の農地はすべて消失し、家屋は屋根だけが見える状態です。2022年9月、政府は85億元を費やして、道手以の堤防を建設しましたが、2年も経たないうちに決壊しました。長蘭県士は、地元政府が決壊箇所に砂を噴射し、 ささらに被害を拡大させたたと批判しましま結界の修復には砂袋すら使いませんでした。現場には2台の砂噴射器があり、結界箇所に砂を噴射していました。しかし、砂の中に含んだ泥は洪水よりも密度が高く、堤防への破壊力が強い。同うていこの結界は、このような急ごしらえの救援隊の雑な操作によって、226メートルに拡大しました。また 火地区は浸水し救援隊は夜通しモーターボートで捜索を行いましたがタイタニックのような静寂だけが残りました2日後地元政府は世論の圧力に屈して全力で決壊箇所を修復しようとしましたがすでに手遅れでした両岸の水位が同じ高さになってしまったため修復は全く意味をなさず被害を食い止めることができませんでしたまた、長は、 中国当局はまた大量の人員を深夜に堤防修復現場に雇用し形式主義的なショーを行っていると批判しました修復に関係のない人々が夜中に赤旗を振り回してスローガンを叫んでいましたこの奇妙な光景はネットユーザーから精神疾患の発作として嘲笑されました消極的な大行は意図的な殺人と同じです 無効な修復はすべてパフォーマンスショーのためです。これが醜悪な社会主義の大躍進ですと長蘭健氏は言いました悪いことを喜ばしいこととして扱うようなやり方は共産党が政権を握って以来の一貫した手法ですこのような人間性を失った社会体制ではすべてが白黒逆転しています世論操作を利用して社会の注意をそらし苦難や悲惨な現実を覆い隠します 国民を虚偽の幸せの中に誘導し、他人の生命損失を賞賛の声に変えることは、人類に反する行為です。長蘭健氏は、習近平政権は災害による人命と財産の損失に対して、歴代の政府の中で最も無関心であると考えています。形だけでも予想を態度すらなく、実際の行動は全く期待できません、と述べました。長蘭健氏は、 かつて北京で業務研修では必ず公式メディアの有名な写真記者の作品を学んだと回想していました。これらの写真記者は1980年代から2000年代にかけてほぼ全員が暴行救援の感動的な写真を撮影してきました。涙と血の救援シーンを撮影することは中国の写真記者の入門必修化でした。習近平以前の指導者たちは 行救援の機会をを捉えてて自己 PR を行っていました中央指導者や少子の初期たちは一線に出向くことを名誉とし自身の昇進や名声の政治資本としていましたそして記者が上手に指導者の姿を撮影しそれを「光明日報」「中国青年報」「北京青年報」などの公式メディアの一面に掲載することができれば。 その記者も一生の成功を収めたことになりますと長蘭検氏は感嘆しています。私が知っている有名な写真記者の中には、一枚の写真で成功を収めた人が多くいます。移植中に困らず、永遠に栄光に包まれます。私生活では指導者との関係を築き、中央テレビの番組司会者と結婚することも可能です。指導者の写真を上手に撮影すれば、 中国政府のシステム内で何でも手に入れることができます暴行写真を通じて全国最大のニュース写真ポータルサイトのオーナーになり億万長者になった人もいますこれはこれらの写真の後期効果ですしかし習近平時代には水害がどれほど深刻でも何人が死亡しても全く無関心ですどれだけの人命が失われどれほどひどい洪水が発生しても 習近平は常に欠席しています彼の能力不足が原因で近年の中国の大規模水害では政府が完全に機能せず被災者の死活を顧みません夜中に洪水を放流し事前通知もせず国民を自生自滅の状態に置きます水害発生後に行う唯一のことは全国での情報統制です 被災者の声や惨状は一切発信されませんと長蘭健氏は述べました。7月5日に童貞子の堤防が決壊した後、長蘭健氏は現場にいた人が撮った動画に驚愕しました。こんなに危険な状況にもかかわらず、現場の作業員は全く危機感を持っておらず、表情も真剣ではありませんでした。まるで社会主義人民公社のように散漫な操作でした。一方、子供の頃、 鉄道修理員が大洪水と対抗する緊張した姿勢は、私の記憶に永遠に刻まれています。長蘭剣士は、子どもの頃に何度も凌駕の洪水を経験し、鉄道システムが完全に戦闘態勢に入る様子を目撃しました。リーダーから作業員まで、全員が第一線に立ちました。天然巨石、コンクリートアンカー、鉄の籠、砂袋、大型クレーン、大型ローダー。 これらは1970年代にはすべて第一線で見られました。しかし今回の童貞湖の決壊では、最初の10メートルの決壊時に、これらの物資は全く見られませんでした。現場には数台の車が埋め込み物として、決壊口に投げ込まれただけで、車の中には三叉が詰め込まれ、水に触れるとすぐに流されてしまいました。この動画は童貞湖の決壊が、 完全に散漫な態度で対応していることを示していました。